ピュロディクティウム属は、浅瀬の熱水域や深海熱水噴出口などに生息する超高熱性の古細菌の一族。摂氏100度を超える温度で増殖が可能ことが証明された初めての生物である。この後1997年に同じピュロディクティウム、カニ属スパイロラバスフマリーに破られるまで10年以上にわたって増殖温度の最高記録を保持していた。学名は、 非常な高温を好むこと、網目状のネットワークを形成することから、ギリシャ語で、炎網の意味を持つ。これを、ラテン語化したものがパイレディクティアムである。1982年にイタリアブルカーの島にある、レバンテ港の浅い海洋流気候より分離された。2008年までに P ・アクルトゥーム、P ・ブラキー、P ・アビシーの3種が認められている。いずれも変性嫌気性生物で、 水素、洋、二酸化炭素をしかし80摂氏110度付近の高温で独立栄養的に増殖することができる。培養は洋を加えた海水に水素と二酸化炭素を吹き込むことで行う。細胞壁は一般的な個細菌と同じクエスレイヤーで、グラム染色では陰性を示す。形状には特徴があり、 直径0.3から2.0マイクロメートル、厚さ25から50ナノメートルほどのディスク状の細胞が網目状の管でつながった形をしている。パイレディクティアム族発見以前は陸上温泉から単離された古細菌サルフォーラバスが高熱菌の代表で培養は摂取90度程度が限界とされていた。P アクルトゥームの発見は この記録を大幅に塗り替えることとなった。これ以後深海熱水噴出口から同様の超高熱性子細菌の発見が相次ぐが同じトガのパイロラバスフマリーが発見されるまでの長きにわたって記録は更新されなかった。ありがとうございます。